鈴木と言います。すんごいやばいでしょ。ほぼ20年近く乗ってるんですけど、すんごい富豪のルシーマン見つけちゃいました。これちょっとまず見てください。やばいでしょ。すごいっすね。ラッピングフルラッピング仕様なんですけれども、ちょっといろいろ聞いていきながらですね、ご紹介させていただきたいと思います。ではまずオーナーさんご紹介させていただきます。じゃあお名前のペンネームでも OK ですけど、鈴木と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日じゃあまずちょっと車の紹介の前にね、いろいろ情報をお伺いしたいんですけれども、まあまずもめちゃくちゃインパクトあるイベント仕様なんですけれど、車種は一応もう一度確認のためお伺いします。車種は50シーマです。50シーマでございます。これ年式は平成15年。平成15年だと前期の最終型ですね。前期の最終型、はい、を、プレジ仕様になってると、はいはい、すげえなー。この仕様はもうどれぐらい前にこういう風に、購入して1年目で顔面プレジにして、はい、1年目で、はい、そう、車体もほぼ20年近く乗ってるんですけど、もうすごい、あ、出て、もう20年乗られてる、乗りますね。20年っていうともうほぼもう新車で、はい、ほぼ新古車でですよね。はあ、い、もうほぼワンオーナーですね。そしたらそうですね、そしたらもういろいろ仕様変更を繰り返して、そうですね、もう何回もありまして、すげえ、今はこんな形にすごいありました。もう当時のね、はい、ブリスターのコテコテ感を出しながら今風のラッピング取り入れてるって感じですよね。そうですね、さすがでございます。まずもこの顔面ド迫力ではあるんですけれども、はい、まずこれエアロは、エアロは元パルハム、はい、お、はい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 、まあ、シーマ用なんで、はい、フレージに合うようにまあフル加工ですよね。前にも横にも出して、あ、やっぱりもう結構この方のプレジとシーマって一見似たような形に見えますけど、全然違うんですか。やっぱ加工結構、まあ、ボンネットは大きさは同じなんですけど、はい、やっぱシーマ用だと若干この幅、はい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 、短かったりするんですよ。なるほど。なんで前に6センチ台張り出し出して、はい、あと横にもまあ買い出し出して、まあ、ワンオフで作ってます。結構大変なんですね、やっぱりね。そうですね、すごい。これデザイン自体の加工は特にされてない、そのままオートパルカムさん、パルカム、ここナンバーとかも切り抜いて、はい、ここぶった切って、あ、確かにナンバーベースもないですもんね、はい、でワンポイントでここを、はい、ワンポイントで作ってもらいました。はすげえ金かかってるな。ダクトも入れてもらったり。そうですよね、そうですよね、はい、いいですね、このでかいグリル。これがやっぱもうプレジとシーマの違いですよね。そうですね、迫力がありますよね。かっこいい。もう早速聞いちゃうんですけども、このラッピング、はい、これもうあれですか、フルラッピングを業者さんに出されてって感じですか。最初出そうと思ったんですけど、はい、まあ、金額がちょっと結構しますよね。5億円よりしますよね。そうですね、メキケだと150から200って言われたんでなんでやめました。じゃあそう、ワンオフですか。はい、自分で、まあ、ラッピングシート買って、で、まるっと貼りましたね。これ制作期間は、ちなみに仕事土日休みなんで、はい、土日しかできなくて半年ぐらいですね、はい、すげえ。これちなみに元の色は何色なんですか、字は。この下に貼ったのが、はい、ラッピングで黒メッキ貼ってたんですよね。はい、なんでその時に結構お金かかったんで、はい、それもあって今回自分でやりました。なるほど、はい、黒メッキのラッピングが残したままですか。下に、いや、剥がして全部剥がしてます。なるほどなるほど、はい、剥がすのもやっぱり3年ぐらい乗ってたんで、はい、ノリが残っちゃってたんで、やっぱりそうか、剥がすのから大変でしたね。なるほど、でもすげえ自分で払う器用ですね、鈴木さん。すげえ、もう素人なんで、まあ粗はありますよ。いや、でも綺麗ですよ、綺麗ですよ、本当に。半分ぐらい失敗しますよまずメッキなんで一回貼ったらもう修正効かないんで。確かにそうですよね、一発張りなんですよ。カーボンのダイノックシートみたく、はい、伸ばしながらってことじゃないですかね。そうですね。いや、綺麗ですよ。でもありがとうございます。すごいっす。ヘッドライトもこれ、ね、パッと見は単なるバルカン純正っぽく見えますけど、かなり手入れられてるように。そうですね2連バルカンにしてですよね。もうリレー組んでるんですよ。内側のバルカン本来ないんでしたっけ。ないです。ですよね、ビームなんで。で LED も打ち込まれてますよね。そうですね。今流しますか。いいっすか、ちょっと見せてもらっていいっすか、はい、ね、これリレー組まれてて結構激しく動くと思うんでね、撮ってください。うおー、
あー綺麗だわ、すげえすげえこれ夜すごいな。これ流し方とかって何パターンかできるんですか？そうです、40パターンですよねそんなにあるそうなんだよ、はい、ラッピングしてこのワイド感でこういう派手系は本当に似合いますよね。はい、派手さしかないですね今ねいやーすごい、ヘッドライト一つにもめちゃくちゃお金がかかって、そうルイ・ヴィトン仕様、これはルイ・ヴィトンのなんかチャームブレスレット、本物、そうそう、すげえ、ルイ・ヴィトンの本物のブレスレットをもうヘッドライトの中に入れてしまうっていうね、この車愛の気持ちわかります。本物思考で、本物思考で、ありがとうございます。フロントはいじられてるとこそんなもんですかね。ヘッドライト、フロントグリル、エアロですね。ボンネットマスコットもこれはプレジ用のですもんね。じゃあちょっとサイドを見させていただきましょう。すげえなー、このオーバーフェンダー。FRP ですか？ステップハウスか？ FRP です、ね、FRP、もうフェンダーから全部、こう上部分からですね、この辺から FRP で、はい、この辺鉄板という、はい、すごいこだわってこの形にしてもらいます。すごいですね、これはすごい、超ワイド。もう大体あれですよね、このホイール履きたいからこの、はい、そうですそうです、やっぱりこのパターン、それに合わせて、はい、もうどうしてもこういう大きさになっちゃいますね。ね、みんなね、はい、ホイールを選んでこれ履きたいからフェンダー作るっていう順番なんですよね。すごい、でも綺麗に上手に作られてんな。これワイトレフロントに入れて、はい、35ミリですかね。フロント35ミリ入れて 12J のアルミを入れてます、ね。12J フロントですもんね。はい、結構無茶してるんでハンドルとかは切れないですね。あ、やっぱりそうですか。はい。じゃあ何度も切り返してって感じですかね。そうですそうです。大変だな。ホイールもこれ特注でね、レオンハルト。かっこいいな。これ19ですもんね。そうです、19イン超でかく見える。リムがこんだけ20センチありますからね。すごいですね、これキャリパーもルイ・ヴィトンで。はい。ほら、本当だ。ルイ・ヴィトン好きなんで。いやー、いいと思います。いろんなところに入れてます。これが本当にルイ・ヴィトンさんが車の用品出してくれると面白いですよね。はい、昔ティッシュケースとかパチモンで出ててね。そうなんですよ。いいですね、このダクト。ね、このもうダクトはやっぱり2回作りましたね。フェンダーの時もこの同じ形のダクトを入れてて、はい、フェンダー作るからやっぱ作り直しっていうことで、あ、そういうこと、2回作り直してます。しかも下までこれ3連につながってるんですもん ね、 ですね。めちゃくちゃこだわってる。これはすごいな。これ夜ライト仕込まれてたりしてるんですか？あ、昔つけてたんですけど、はい、今はもうフェンダー作った時に邪魔だっていうことで外しちゃいましたけど、もうフロントだけで十分インパクトだね。はい、もう今日のイベントにふさわしい鈴木さんの車ですね、本当にありがたいですね。リア見て、はい、リアもう好きなんで、エルティードさんですごい、もうね、オリジナルフロアマットですよ、 LV さんの。すげね、内装を見てください。これシート関係全部アルカンターラで。そうです。はあ、こういうパターンもあるんですね。革で張り替えじゃなくて天井も高級感出るな。これも天井も刺繍薄込んでて、ステッチ入って、すごい、これは相当お金かかりましたね。そうですね内張りもですもんね。はい、いやもう全部手入ってますね。もうオーディオも入ってるんですね。はい、まあ本当でも当時20年前の VIP のね、3点セットって言われる外装内装ね、これやっぱトランクオーディオもちょっと入っちゃってる感じですか？はい、いやトランクはやっぱ荷物入れたいだけはちょっと手かけてないんですよこれちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、洗車ってどうしてるんですか、ラッピングの人って。洗車もう基本水洗いです。あ、ちなみにこれリアのホイールが13とかですか？リアは 12.5 12.5 です。 12.5 12.5 でワイトレを100入れてます。はあ、100入れないとやっぱこんだけ。そうですよね、出せないんで。あとはタイヤ太いんでスピードは出せないですよね、はい、やっぱり。そっかそっか、ハンドルも切れないしブレちゃうんでまあもうこれはゆっくり走って高速走行見てもらう車ですよ。そうです。ああ、テールもちゃんとあるですね。はい、すごいすごい。まあ、これも長年やってるんで、はい、まあ LED も切れてるとこはあるんですけど。あ、やっぱりそうなんですか。はい、あ、本当だ。そこの側とかも LV 入れてるんですけど、お、切れちゃってる。これ文字が出るんですか、LV って。そのまま1箇所だけ。あ、ここですね、はい、内側。あ、LV でね、
切れちゃってるんで。え、これ鈴木さん自分で打ち込んで作ったりしてる？いや、ここはお店にお任せ、ね、お店にお任せで、はい、いや、これいいなぁ、クオリティ高い。今はね、結構市販品で出ちゃってますけどね、はいはい、昔って本当こうやって業者で頼んでね、うん、そうですね、基板で打ち込んでもらって、はい、これ夜すごいな、綺麗だな。そしてこの斜め出しのハス切りマフラー、切りっぱなし、これもいかついっすね。これワンオフですか？そうですね。もうフロントまで入ってる感じですか？いや、出口中間から、はい、あ、中間からソフトで、でも、はい、なんか結構、はい、な音ですよね。まあ今の仕様というかね、もうこのプレジに注ぎ込んでるお金ってもう言えないですよね。家は増えてもいないし、うん、お家は建てようと思えば建ちますね。建ちますよね。建ちます。いや、本当そうなんだよね。やっぱ一台に積み込んでるんで。いや、でもすごい、それがそうなっちゃうんですね。途中ちょっとぶれなかったですか？いや、一切ぶれないですね。あ、一切。もう今の新しい車も出てますけど、まあ一番かっこいいとこだったんですよ。いや、シーマでもこの方になってからインパ、はい、このデカさにインパクトありましたもんね。そうですね、うん、うわー、イカチーノ出たと思いましたもん。いや、ちょっと僕の中のチェックで匂いをね、芳香剤チェックをね。あー、みんないい匂いするんだ。芳香剤、これ何使われてます？芳香剤あんまりあれですか？おお、なるほど、それぐらいか。はい、VIP だとエアスペンサー率が高くてですね、スカッシュ率が、はい、うん、ですね、エルザっていうね、芳香剤の匂いですね。いい匂い。飾りがすごい。ボンマスの切ったんすか？いや、もう外して、はい、まあ廃棄な形なんで、あそこに下げてて。いや、おしゃれです。おしゃれですけど、揺れた時にガラスに当たるとこいや、そこまではいかないんで。はい、ね、この給油口のエアブラシ、オンリーシュー好きで入ってもらって、すごい。あと北川景君も好きで、はい、これ見どころだよ。ペラッポ、すげえ、すげえ、これこれ北川景君。そうなんです。おー、結構どっちも入ってもらってるんですけど、若干似てないと思う。若干だ、ちょっとなんとなくわかる、はい、昔の。すごい。しかもこのペラッとめくれるように作ってるところがいいね。この給油口とかまでお金かけるっていうのは、やっぱ当時からやられてる VIP の方ですよ。昔は流行ったんですかね。承知いたしました。いや、素晴らしいシーマ、撮りたかったシーマ、車ほど撮ることができました。鈴木さん、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。引き続き仕様変更してお会いした時また撮らせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。じゃあ最後ちょっとサムネイルを撮りたいので。平成元年車、北海道でフェリーで、今日バラムンディの音ですね。お店で使う。よろしくお願いします。